カール・クリスティアン・フリードリヒ・プヒサーこと、チャールズ・ファイザーは、ドイツ系アメリカ人の科学者。いとこにして、後に義系となるチャールズ・エイフ・エア・ハルトと共に1849年、世界最大の製薬企業の一つであるファイザーの、全身チャールズ・ファイザーカンパニーを創立した。ビュルテンベルク王国のルート・ビヒスブルクで、カール・フレデリック・プヒサーとカロリーネの息子として誕生。 1848年にアメリカ合衆国へ移住。翌年2500ドルを父から借りてブルックリンのウィリアムズバーグにあるビルを購入。寄生虫の駆除に使うサントニンを製造し、さらに他の化学薬品へも手を広げた。ファイザーは幾度もヨーロッパ旅行をしており、故郷ルートビヒスブルクで妻アンナハウシュと出会い1859年に結婚。 夫婦の間には7人の子供が生まれた。そのうちアンは1865年1歳の時に引き付けで、ジュリアスは1876年7歳で、腎臓病を患い溶接。無事成人したのは、チャールズ・ジュニアの5人だった。1891年にパートナーだったいとこで、義系のチャールズ・エフ・エア・ハルトが死去した際。 パートナーシップ契約には生き残っているパートナーが在庫金額の半分の配分率を買うことができると定められていた。ファイザーはこれを即座に行使し、エアハルトの相続人に119,350ドルを支払い配分率の半分を買った。しかし1900年、次の通りに株式を配分した、チャールズ・ファイザー・ジュニアに334株、エミール・ファイザーに333株、 ウィリアム・エア・ハルトに333株。彼は1900年の株式会社課で、チャールズ・ファイザー・ジュニアが初代社長となるまでは会社を率いていた。チャールズ・ジュニアが退職すると、今度はその弟であるエミールがそのポストに着いた。ロード・アイランド州、ニューポートのリンドゲートの夏の別荘にて死去。階段から落ちて、片腕を折るなどの重傷を負った。数週間後だった。 臨終に際しては、娘のアリスとヘレンジュリアが見取った。ありがとうございます。